ナチスの陰謀。大量虐殺や人体実験などの事実から史上最悪、極悪集団と言われてきたナチス。だが記録を検証すると、彼らは暴力的な方法だけで民衆を取り込んだわけではないことがわかる。ヒトラーによる派手な演説、一般庶民に優しい政策、お祭りのような党大会、他国の首脳に仕掛けた心理戦、ラジオやテレビを駆使した大々的な宣伝、想像を超えたナチスの野望、あらゆる分野でナチスの陰謀を暴く歴史ミステリー研究会編、サイズ社。第一章、ナチスのプロパガンダ。ナチスはどのような方法で人々にアピールし、思考を誘導していったか。ヒトラーの天才的演説テクニック。たった一代で頂点に上り詰めた男。現代の日本の政治家には、2世3世の議員は珍しくない。ところが、一代で大出世してしまう政治家も存在する。独裁者として第二次世界大戦へと世界を先導し、人々を震え上がらせたヒトラーもその一人だ。政治とは縁のない家庭に育ったヒトラーは、はじめは無名の新人に過ぎなかったが、わずか十数年で国家権力の頂点にまで上り詰めた。最大の武器となったのは、演説の才能だ。彼は重要な局面ごとに、巧みな言葉で人々を虜にしていったのである。クーデターの失敗を利用してのし上がる。ヒトラーのテクニックがどれほど優れていたかを表すエピソードがある。それは、ある裁判での出来事だ。まだナチスが弱小政党だった頃、ヒトラーは政府を倒そうとクーデターを起こしたことがある。だが計画は失敗し、彼自身も逮捕されてしまう。ヒトラーの政治生命もここで終わりかと思われた。しかし、法廷での演説が彼を反逆者からヒーローへと変えてしまったのだ。責任は私だけで負います。しかし私は犯罪者ではない。国民のためを思って行動を起こした一人のドイツ人です。という内容で始まった彼の話は、4時間にも及んだ。その間、誰も止めるものはなく、熱く語るヒトラーの言葉は次第に聞く人の心を捉えていった。その様子は新聞でも伝えられ、裁判が進むにつれて世間ではヒトラーに同情する声が高まっていったのである。そして彼は最後をこう締めくくった。裁判官は何千回も有罪の判決を下すかもしれない。だが、歴史という法廷を守る女神は判決を却下してくださるだろう。女神は我々を無罪だと宣言しているのだから。この時、傍聴席は拍手喝采だったという。結局、ヒトラーには反逆罪としては驚くほど軽い懲役5年の刑が言い渡された。これほどドイツ的に優れた考え方をする人物に国外追放はふさわしくないというのが裁判所の考えだった。本来はヒトラーの罪を追及する検事側でさえ、彼が起こした騒動は犯罪だが、
国を思うその気持ちには賛成すると述べたという。